靴下とかみたいな。はい、今からレポートをしたいと思います。これは Google のホーリーからもらったウーパオチュンという有名な、あの2時間かけて並ばないと食べれないパンだそうです。はい、そしてその大きさは、あ、大きさです。じゃじーん。こんな大きいパンです。なんかね、あのナッツとかベリーとか入ってるのかな、なんかいろいろ入ってるみたいなので、ちょっと早速、これ2日しか持たないので日本に持って帰れないので、早速いただきたいと思います。はい、すごいすごい、すごいすごいことになってる。豪快や。豪快、いや、でも切れないんだもん。くるみとかも入ってるんじゃない？わ、でもちょっと豪快なんですよ。切るものもないし。こんな感じです。こんな感じです。中見えるでしょうか？見えるから出した方がいいんじゃない？ちょっとすごい粉が。あ、そう。うん。ちょっとすごいことになっちゃったけどね。これちぎってからちぎろうかなと思って、さらに。はい。すごいことになって。すごいことになってますが、早速いただきたいと思います。超美味しそう。え、すっごいレーズンでっかい。しかもくるみとか入ってる。あ、美味しそう。中の柔らかいところを一口食べてみます。いただきます。うん。美味しい。美味しいの。うん。ちょっとちょうだい。うん。これこの。ちょっと取ってみ。取って食べた。うん。すごいフルーティー。これちょっと予想と違う。なんか風味があるね。でもすごいパン美味しいね。なんやろ、いちじくの味がする。あ、そっか。違う。デーツ。デーツみたいな味もするよ。うん、すごい。いっぱいいろいろ入ってる。ね、いろいろ入ってるね。美味しいな、これ。というわけでミックスベリーみたいな感じ。うん。うん、デーツかな。うん。タイミング。もう、これ持って帰りたい。焼いて食べてもいいけど、そのまま食べても美味しいって言ってた。レーズン。うん、美味しいわ、これ。レーズン。酸化してる。うん、そうだね。レーズン？レーズンとか入ってんじゃない？あ、ローズ。ローズ、美味しい。ローズだよ、ほんとに。ローズの絵が描いてある。ローズと、なんか、あ、ライチとローズだ。わーお。すごい。台湾ライチローズ、シャンピオンブレッド。あ、終わっちゃった？あと10秒。ぜひ、皆さん試してください。すごい！2時間並びます。並んでないけど。美味しい。